僕、佐藤志元は、韓国の政治家、実業家である。同じ前羅南道出身で民主化運動指導者の金、大中元大統領を支えてきた、最側近の一人。現在、文在寅政権の国家情報委員長。金大中政権で、文化観光部長官や大統領秘書室長など、政府要職を務めた。 政党活動では新政治国民会議大弁任や民主党院内代表など東洋職を務めた。2011年12月に発足した民主党合盗では指導部を構成する最高委員に就任した後、2012年5月4日に行われた院内代表選挙で勝利して第一期院内代表に就任した。12月に行われた 大統領選挙で同党のムンジェインが敗北した、責任を取る形で同月院内代表を辞任した。2014年3月に結成された、新政自民主連合が、同年7月の国会議員再補選で惨敗すると、非常対策委員に就任。2015年2月に行われた、党代表選挙に出馬したが、ロブゲン元大統領の側近であるムンジェインに、敗北した。 その後、党運営をめぐり、ムンジェインと対立。2016年1月に共に民主党を離党した後、アンテッシュが結成した国民の党に参加。同年4月27日に、院内代表に選出。アンテッシュが代表を辞任した後、非常対策委員長も兼務。2017年1月15日に行われた、全党大会で新たな党代表に選出された。 しかし、同年5月に行われた大統領選挙で国民の党の候補として出馬したアンテッシュが共に民主党のムンジェインに敗北した責任を取って代表を辞任した。ムンジェイン政権発足後は政権に協力的な姿勢に転じた。2018年2月、アンテッシュが進めた国民の党と保守政党の正しい政党との合併に反発し、 国民の党を離党して民主平和党の決闘に加わった。2018年3月28日には近大中政権時代の2000年6月の初の南北首脳会談の実現に重要な役割を果たした経験を変われ、2018年4月27日の南北首脳会談に向けての準備委員会の元老諮問団の一員に選ばれ、4月12日には 2007年10月以来10年半ぶりの南北首脳会談に臨むムンジェインに助言を行った。2018年6月の全羅南道知事選挙に民主平和党からの出馬も取り沙汰されていたが、前年病に倒れた夫人の看護を理由に断念している。2018年9月18日から20日にかけての平壌での南北首脳会談の際は、 特別随行員として、ムンジェインの包丁に同行した。2000年6月12日、7つの対北朝鮮事業の独占権を取得する見返りに4億5000万ドルを北朝鮮に送金し、収賄と職権乱用の容疑で検察に拘束される。2012年7月17日、経営破綻した。 貯蓄銀行から1億ウォン以上の不正資金を受け取った疑いで、検察は、牧院内代表に対して、出頭要請を行った。しかし、牧院内代表は、要請に応じず、民主党合盗も、与党への批判を交わすための捜査、牧院内代表を標的にした捜査と強く反発、また法務部長官と検察総長に対する、弾劾訴追案も視野に入れた。 全面対決の姿勢を取った。検察は、数度にわたって、出頭要請を行ったが、僕院内代表がこれに応じなかったため、30日に、逮捕令状の発行を、ソウル中央地方裁判所に請求した。しかし、国会会期中の議員逮捕には、国会の同意が必要なため、31日に逮捕、同意案が、国会に提出された。同日午後、 僕院内代表はこれまで応じてこなかった要請に応じ、検察に出頭した。この事件で2012年9月に在宅起訴されたが、2016年2月18日に最高裁で無罪が確定した。2020年7月3日、ムンジェインから国家情報委員長に指名された。2020年11月8日、韓政権発足後、韓国政府交換として、 初めて訪日。二階自民党幹事長などと会談を行った後、同月10日に菅首相との会談を行った。なお、これら会談について外交部の高共和長官は、事前に協議がなかったことを示唆している。二階俊博と信仰がある。近代中政権で文化観光部長官を務めていた2000年に、 当時の小渕内閣で運輸大臣を務めていた二階と日韓航路やサッカーワールドカップ共催などの課題について交渉した時以来の関係だという。2019年8月19日から20日、日韓貿易紛争を背景に分岐商国会議長の特使として来日。19日に二階都市広と会談を行った。2020年11月8日に来日し、 同日、二回俊博と会談し、翌9日には、内閣に置かれる安全保障の審議機関、国家安全保障局の北村茂局長とも、会談を行った。来日目的は、休校を温めることが中心だったようであるが、来日前の報道によると、元朝陽光問題や日本による韓国への輸出管理厳格化で悪化した。 日韓関係をめぐり意見交換の背景にあったと見られる。ツイッターありがとうございます。